お帰りなさいませ、姫様。長い長い道のりでございましたね。さぞお疲れのことでしょう。さあ、どうぞこちらへ。お帰りなさいませ、お姫様。どうされました、姫様。そんなびっくりしたお顔をされて。無理もないよ、藤田。なんせ百合子には全て内緒で計画していたんだからね。疲れ切っているはずのお前を元気づけようと、今日は皆でお前の下僕になろうと決めたんだ。おい軍人殿、下僕ではなく執事だろ。巷では執事喫茶というものがいい商売になっているそうだからな。一つ俺も参入してみようと思ったわけだ。そんなものが流行ってるの？どうしてだろう。やはり多くの執事に奉仕され、どなたでもお嬢様気分になれるのが受けているのでは。いい気分になりたいならちょっといいものを飲み物にでも混入すれば手っ取り早いんじゃないの？やめろバカ。こらこら、くだらない言い合いはおやめよ。今日は百合子に安らいでもらうためにみんなで執事になったんじゃないか。では早速、この俺が直々に紅茶を入れてやる。金箔入りのチヨーゴージャステイストだぞ。柴様、執事役ですから、もう少し減り下っていただけますか。やはり成金風情は無粋だね。さて、じゃあ僕がこの茶菓子を運んで。あら、ああ、普段箸よりも重いものをお持ちにならない自宅警備員な殿様では、やはり。いやー、豪快に転んじゃったな。おい、着物の裾が盛大にまくれているぞ。今、何か汚らわしいものが視界に。脳粉健康法だよ。本当にバカ殿ですね、あんた。なんだか面白いことをやってるわね。は、天海様の奥様。ちょっと。はい。そうじゃないでしょ。お帰りなさいませ、お姫様。でしょ？厚かましいおばさんだな。おや、あなたもおひいさんをねぎらいに来たのか。どう見ても客の立場で来たようにしか見えんが。もちろん、疲れたおひいさんを癒しに来たのよ。若いお嬢さんの美容と健康には私のマッサージが一番ですもの。おや、京子夫人、僕のゴールドフィンガーに勝てるとでも思っているんですか。特に頭皮マッサージは華道よりも修行を積んでいますからね。レベルマックスですよ。仕事をしろよクソニート。いえ、あの、執事といった役割は通常そういったことはしないものなんですが。いいんじゃないの、みんな得意なことでもやって彼女を楽しませてあげればさ。なんだか執事というよりも芸人になってきたな。そう言われると難しいな。札束でも積むか。ああ、嫌だ嫌だ、金の亡者は品性がないね。それじゃあ僕はこの優雅な絵筆って。やめろ変態、貴様の筆はトラウマなんだよ。秀夫様の定門趣味も十分あれだと思いますが。あなたの母乳好きもなかなかハイカラよ。私のもお飲みになるかしら。遠慮させていただきます。私は母乳の銘柄は姫様さんと決めております。姫様乳しか飲みません。言いやがった。すごく澄んだ目をしている。僕の妹は牛じゃないよ、藤田。
本当にあんた方は麻薬なしでも十分に脳が溶けてますね。やっぱり屋敷ごと燃やすしかないかな。もう短気は損気よ。そうやってすぐに切れるのはカルシウムが足りないのかしら。母乳飲む？いらねえよ。皆殺し最終章直行するぞ。おいおい、これ以上のデッドエンドは勘弁してくれよ。僕が一体何回死んだと思ってるんだい。あんたの死に様はほとんど心中だろうが、何が何でもおひいさんと結婚する俺のたくましさを見習えよ。本当ですね。妻に浮気されても殺されても幸せを感じる柴様にはド M の神髄を感じます。俺をお前の仲間にするな。しかし執事ってのは根本的に飛躍趣味がないと務まらんだろうな。無茶なお願いをされるほど興奮するんじゃなくって。確かに僕が何人か寝取っちゃっても平然としてたよね。藤田はあの時はごめんね。この若め野郎が。ん？はあ、いえ、奉仕の心が大切なんですよ。主人のためならば何でもするという心意気が。俺も目的のためなら何でもする心意気ならあるよ。あんた普通に庭師極めてたもんな。闇のアヘンをやめて転職しても庭師で食っていけるからね。なるほど、やはり手に職があると不況に強いな。俺も貿易商以外にも学校や孤児院をやっているぞ。そう考えるとみんな転職パターンが多くないかな。僕は稼働家から画家だし、秀夫君は軍人から鳥マニアだろ。鳥マニアって言うな、研究者だ。私も探偵社の仲介役をやったりするわ。そこの愛の子の執事も結局ピアノ教師になったでしょ。とりあえず皆様多彩なようですので、ちゃんと執事役もこなしてくださいね。おっと、そうだったね。じゃあ俺がハーブティーで姫様を癒したついでに上海にも連れてってあげるよ。今堂々と執事からアヘンをはみ出したな。そのハーブティー幻覚作用もあるだろう。マジマ、お前はお茶なんか作らなくたって癒し効果はナチュラル芳香剤でいけるよ。使えますね。キャッチコピーは俺自身がアロマで。いいわねそれ、一家に一台。サブロー天下。よし。ああ、一体我が家は何回燃えれば気が済むのかな。ねえユリッコ、館物の最後は炎上が定番ですからね。せっかく部屋の飾り付け頑張ったのに。あれは君がやったのか。どうりでマニアックな鳥の置物が多いはずだ。サブローったら最後までダメな子ね。お仕置きだわね。ああ、京子様、もっとっていうか、あんたら逃げ足早えよ、どうなってんだよ。こんなこともあろうかと、この屋敷の地下には隠し通路が作られているのですよ。作中でも活用しろよ。トゥルーエンド、大正ロマン執事喫茶、缶。終わりかよ、っていうかこれがトゥルーエンドなのかよ。